ヒーローが諦めるんだ。プローニャ委員長、一社の力を持ってないあなたはただの弱者。彼女たちを離して。何の力もない。やめて。我だけの正義感と正義感、結局は全部そういうのだ。人々の悪意は変えられない。私は諦めない。彼女たちはもう倒れた。あなたで最後だ。絶対嫌だ。彼女たちはいつだって諦めない。今は私がすべきことをする番だ。みんなの選択は間違ってないってみんなに教えないと。あんたの攻撃は終わり。何？それなら私の番だ。文句ある？ありません。キアナはバカですから。バカは諦めません。ファイヤの人を変えていくでしょう。その日を見届けたいから。だから私たちはここで止まったりしない。あなたたちの理想は実現しない。だって世界は最初から美しくないんだから。違う。そんなにひどくないって教えてくれる人がいた。私は彼女たちを、彼女たちが愛する全てを愛してる。
私たちをつないで、真っ暗な空を燃やし尽くし、光をより彼方へと届ける。これが私とみんなの帰り道だから。あんたたちの負けだよ。負けた。ああ、私たちは負けた。でも私たちは何に負けたの？正義に、希望に、それとも単に力に負けた？あんたにはわからないよ。でもわかりたいよ、キアナ。キアナ、羨ましいよ。どうしてあなたは毎回勝てるの？妨害があってもあなたは動揺しない。どんな窮地に陥ろうとも、あなたは自分の力で乗り越える。私は一人じゃないから。でも私たちも一人じゃない。私たちは、千人も仲間がいるのに。あんたたちをつないでいるのは、理想でも理解でも、互いを信じ合う心でもない。あんたたちは、ただ同じ目的のために集まって、負の感情を吐き出してただけ。そんな相手は、仲間とは言わない。なるほど。でも、キアナ、あと一つだけ聞きたい。あなたたちの信念、仲間、守りたいという気持ちで、本当に崩壊に勝てるの？私たちは失敗したかもしれないけど、これからの敵は私たちよりもずっと矛盾してて強い。その時、あなたはまだそんな儚いものを頼りに戦おうとするの？私は諦めない。それに、儚いものなんかじゃないよ。これは人が人である証。キアナ、本当のことを言うと少し説得されそうになってたんだよ。羨ましいな。あなたの言った通り、私たちは崩壊の傀儡に過ぎない。私たちをつないだのは嫌な糸だけ。あれ？私は一体どちら側なんだろう。もうすぐ死ぬから、
変なこと考えちゃってるのかな。でも人の悪意は消えないよ、キアナ。あなたもすぐにわかるはず。いや、ずっとわかってるはずだよ。あなたへの試練は、この先にもまだたくさん残ってる。ああ、来る。金色の糸が、もう私に巻きついてる。私たちの友人を、永遠の英雄を、今日、ここに忍ぶわ。彼女の人生や、彼女が成した偉業は割愛させてもらうわね。それは、誰もが知ってることだから。ただ、彼女と共に私たちが出会ったばかりの頃、彼女はまだ、ヴァルキリー突撃隊の普通の隊員だった。彼女は未熟で、かつての私たちと同じだった。でもある任務の後、彼女の瞳は変わったわ。当時の彼女にとって、たくさんの道が用意されてたはず。私はただ、もう一つの可能性を彼女に提示しただけ。ええ。彼女に、聖フレイヤ学園の招待状を送ったの。けどしばらくして、私は後悔したわ。教師のくせに授業には遅れるし、朝帰りはするし、二日酔いで起きてこないこともしばしばあった。彼女から没収したものだけで、物置部屋がいっぱいになるほどだったわ。生徒たちは彼女のことが大好きだったけど、私はため息ばかりついてたのを覚えてる。彼女はあまりにも、教師らしくなかったから。でも、そんな教師が、自分の生徒を救ったの。
そんな教師が、あたくしたちに仲間の意味、戦うことの意味、理想の意味を教えてくれた。そして、美しさの意味もね。彼女は、最高の先生だったわ。姫子、これ、いいお酒よね。没収したとき、あなたがとても悲しんでたのを覚えてる。今、あなたに返すわ。私は迷ったせいで過ちを犯し、恐怖で自分を見失ったことがある。暗闇の中で、姫子先生が空に明かりを灯してくれた。静かな夜を歩むための道を照らしてくれた。どう進めばいいのか、教えてくれた。姫子先生。先生が残してくれた空は、今も綺麗だよ。私たちは、先生が切り開いてくれた道を歩いて、前へと進むから。すみません、姫子先生。こんな時に一人で会いに来てごめんなさい。
あなたの教えはずっと覚えています。それがあるおかげで私は自分の選択を強く信じることができました。誰かを守る方法、そして自分の人生を貫く方法をあなたは私に教えてくれました。そして私はその教えを守っていきます。言葉より行動で示した方がいいですよね。今までありがとうございました、姫子先生。あなたの生徒になれて幸せでした。何の用だ？支配の律者が倒されたわ。いるよ。そのコアは消え、行方もわからない。でも今日はそのことで来たわけじゃない。何が聞きたい？私が律者の力を使って人形と戦った時、私の意識は言い表せない妙な空間に連れて行かれた。そこは律者の力の根源たる場所だと思う。果てしない意識がそこを覆っているように感じた。その意識は私の脳内に何かを直接注ぎ込もうとしたけど、それは私の体内を満たす電磁波によって阻まれたわ。ケビン、私は疑問に感じたの。もしその意識が例の崩壊の神なら、そんなことで自分の使徒に影響を与えられなくなるもの？前の世代から今日まで全文明の最後の英雄として戦ってきたあなたが何も知らないわけないわよね。今の世代の人たちに教えていない秘密はあとどれだけあるの？
答えてほしい。今すぐに。いいだろう。今の君にならその資格がある。資格？答えを求める資格さ。ケビン？ケビン？あなたって本当に人に迷惑をかけるのが好きね。